こんにちは、ざわざわジャポンです。あまちゃんは2013年度上半期に NHK で放送されました。脚本は工藤官九郎さんで、主演は能年玲奈さんが、オーディションで1953人の中から選ばれました。能年玲奈さんは初めてのドラマ主演でした。あまちゃんのセリフ、ジェジェジェは2013年に流行語大賞を受賞したり、その年の NHK 紅白歌合戦では紅白 PR 大使を務め、あまちゃん特別編と題した企画ステージに出演し、あまちゃんは社会現象になりました。あまちゃんには当時大人気だった AKB48 をオマージュした GMT47 というアイドルグループも登場し、天野脇は GMT に加入しました。GMT は地元のもじりで、コンセプトは東京、上野と品川に47都道府県のご当地アイドルを集め、コンサートや芝居で競わせながら国民的アイドルを育成すること。人気アイドルグループアメ横女学園芸能コース、通称アメ女の2軍扱いで、メンバーは6人のみでした。 GMT47 はアメ女のメンバーがライブを欠席した際に代役として舞台に立つことができ、普段は奈落と呼ばれる劇場のステージの下でダンスレッスンをしながら出演の機会を伺っていました。今回は GMT のメンバーとして出演していたキャストの現在について見ていきたいと思います。天野脇、能年玲奈。能年玲奈さんはアマちゃんでヒロインを演じ大ブレイクを果たし、女優として認知されましたが、2016年に所属事務所とのトラブルで契約を終了し、芸名をのんに改名しました。現在は女優として映画や CM などで活動しています。入間しおり、松岡茉優。 GMT のリーダー、埼玉県出身、責任感が強く熱い性格。松岡茉優さんがアマちゃんで演じた埼玉県出身のキャラクター入間しおりは、埼玉県の魅力発信に貢献したとの理由で、埼玉県の上田知事から感謝状を授与されました。松岡茉優さんはアマちゃんへの出演をきっかけに女優として飛躍し、バラエティ番組のゲスト出演も増加しました。遠藤真奈、大野糸。 GMT メンバー、福岡県出身と言っていたが、実は佐賀県出身。大野糸さんは現在も女優として活動しており、最近では北川景子さん主演のリコカツにも出演しています。宮下あゆみ、山下リオ。 GMT メンバー、徳島県出身、年齢詐称をしていたことを明かす。国民投票後、恋人を優先しアイドルを引退した。山下リオさんは2007年に三井のリハウス12代目リハウスガールに選ばれ、ファッション雑誌花中の専属モデルとして活動していました。その年6月に恋する日曜日第3シリーズで女優デビューしました。2014年には A スタジオでバラエティ初レギュラーを務めました。現在も女優として活動しています。キャン・エレン、倉下穂奈美。 GMT メンバー、沖縄県出身、マイペースで寛大な性格。倉下穂奈美さんは現在も女優として活動しており、最近では小日向文世さんと竹下恵子さんが出演の NHK のドラマ70歳初めて産みますセブンティーウィーさんに出演していました。小野寺薫子、結城美世。 GMT メンバー、宮城県出身。結城美世さんは2012年第37回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて、応募総数29,521人の中からグランプリを獲得し、結城美世の芸名でデビューしました。ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリ受賞者の中では最速での朝ドラデビューしました。結城美世さんは福島県出身で、芸能界入りしたいと思ったきっかけは、東北のみんなを元気にしたいとのことでした。結城美世さんが演じた小野寺薫子は、宮城県出身のご当地アイドルの設定のため、東日本大震災の場面では東北出身者として大きく取り上げられ、肉親の安否を気遣う迫真の演技が被災地出身である結城さん自身のエピソードと重なり話題になりました。ベロニカ、斉藤アリーナ。秋脱退後に GMT に加入したメンバー、ブラジル人と山梨県民とのハーフ。斉藤アリーナさんは2018年に所属していたレプロエンターテインメントとの契約を終了しており、現在はミュージシャンとして活動しています。
あまちゃんが唯一出演したドラマでした。有馬めぐ、足立梨花、アメジョセンター、愛称はマメリン。プライドが高くステージに立つ執念は強いが、スキャンダルをたびたび起こして2010年にアメジョを解雇される。足立梨花さんが演じた有馬めぐは主人公天野明と敵対する役柄で、当時足立さんのブログやインターネット上で能年さんのファンからの批判が続出し、足立さん自身も性格が悪いと誤解されることもありました。これに対して足立さんは本来の性格とは逆の意地悪な役柄の演技に成功し、ドラマでの演技が視聴者に伝わっていると前向きに解釈していました。しかしこの演技が評価され、同年フジテレビのドドラ、山田くんと7人の魔女でも主人公をいじめる役に抜擢されました。現在も女優、タレントとして活動しています。またアマちゃんでは他にもブレイクした女優さんもいました。足立結衣、橋本愛、秋と同学年のアイドル志望の美少女、北三陸のミスコンで優勝し、秋と共に潮騒のメモリーズを結成。家庭の事情による挫折を得て、アマ、ローカルアイドルとして復活する。橋本愛さんは2020年に公開された映画、私を食い止めてに出演し、7年ぶりにのんさんと共演し話題になりました。若き日の天野春子、有村架純、秋の母親、18歳の時に家出し、アイドルを目指して上京するが夢は叶わず、結婚し一度の離婚の後復縁する。当初は秋のアイドル活動に反対するが、後に娘を支えるべく芸能事務所経営者となる。有村架純さんはアマちゃんで話題になり、2013年タレント CM 起用者数ランキングで県外からトップ10入り。また業界人1000人を対象としたアンケートで選ばれた2014年にブレイクを期待するタレントで女性部門1位となるなど注目を集めました。いかがでしたか？今回はご紹介しきれませんでしたが、アマちゃんには多くの有名な俳優女優さんが出演していました。気になる方はぜひ見返してみてくださいね。この動画の高評価やご感想、当チャンネルに取り上げてほしいドラマのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントをお願いします。またチャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。